輝きの街市原情報局今回は令和2年度第5回市原市長定例記者会見の模様をお送りいたします市原市長小池常二でございます令和2年度第5回市原市市長定例記者会見にお集まりいただきありがとうございます今年も残すところあと1月となりました昨年は台風災害からの 急作業に追われ慌ただしい年末であったことを思い出しました今年は大きな台風による被害は発生しませんでしたが最近では新型コロナウイルス感染症の感染者が多数確認され全国的にも第三波が到来している状況となっております今年の年末もまた例年とは異なる状況となりますが新たな生活様式の中で新たな年を迎えたいと思います 本市では誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学習環境や学びの保障を実現するため、全庁を挙げたプロジェクトチームを組織し、他市に先駆けて ICT 環境の整備に取り組んでまいりました。その結果、県内の市としては最も早く、全児童・生徒に1人1台のタブレット端末の学校への配布を、さらには、 小中学校の全普通教室に電子黒板の整備を完了しました併せて高速インターネット環境等の整備も図っておりますまたハード面での環境整備を最大限に活用してもらうため教員向け研修用ビデオコンテンツを作成するとともに新たな授業スタイルの構築に向けた支援を行うギガスクールアドバイザーを配置するなど教員への支援策も講じています このほか、小規模学級特任校として情報教育の実績を積み上げてきた国府小学校を新たに市原市の GIGA スクール推進研究校に指定しました他の学校に先駆けた先導的な研究実践を行いその取り組みを市内全小中学校へと展開してまいります市原市の小中学校に通う全ての子どもたちが希望を持ち 夢に向かって挑戦できるよう。新しい時代に求められる能力の育成を図ってまいります。昨年度までに市で取得した。県道市原天津小湊線から。養老川までの緩やかな沢沿いの約。二万八千五百平米の土地に。駐車場。階段数施設。川沿いの路頭まで。 約500メートルの路・路頭見学施設などををを整備しし令和8年度に全面供用開始する計画を定めましたガイダンス施設はこの地層が世界的にも貴重なものであることを路頭見学の前にしっかりとまたんでいただくために整備エリアの入り口に建設しますそして地層付近の見学環境はたびたび増水する養老川沿いということもあり 階段型護岸整備の手法を取り入れたものとし、地質年代の境界指標となる、白備火山培創に触れることができる高さに設計します。今後は、この整備基本計画に基づき、土木や建築、展示の設計を令和3年度から5年度に行い、整備工事を5年度から7年度に施工し、8年度供用開始を目指します。 令和2年3月に観光庁の観光地域づくり候補法人として登録され市原市観光協会を母体とする市原 DMO が本市南部地域への移住やオフィスの立地を検討している個人と企業をワンストップ体制で支援する市原ライフワークコミッションを設立しますまずは専用ウェブサイトを開設し実際に移住された方々への インタビューや、鴨学園で行っている特徴的な英語教育の取り組みなど、本市南部地域の魅力を紹介いたします。また、来春には新たに養老渓谷駅近くに、移住希望者向けのワンストップ相談窓口を開設します。この相談窓口は、空き家をリノベーションし開設するもので、相談窓口の運営は、一から DMO が担い、オンライン、 対面の双方から個人と企業を支援します特に元市原市地域おこし協力隊の高橋洋介さんが代表を務め本市南部地域で空き家の調査物件紹介を行っている開拓者とともに連携し利用者ニーズに応じた物件の提案も行ってまいりますまた首都圏のオフィス移転ニーズを捉え企業のセカンドオフィスや B. C. P. オフィスの立地を支援し。地元企業とのマッチングによる。地域経済の活性化にも取り組みます。二千二十一年三月二十日より開催いたします。放送里山芸術祭。市原アートミックス二千二十プラスの開催概要を。発表する企画発表会を。十二月二十三日に開催いたします。 当日は実行委員会会長である私よりコロナ禍を乗り越える新たな芸術体としての開催趣旨や意義をお伝えするほか総合ディレクターの北川フラム氏や参加アーティストより市原アートミックス2020プラスの特徴や見どころをご紹介します。これまでのの開催にに、に、より培った資産を礎に未来へ引き継ぐととと、も度重なる災害からの復興と コロナ禍により変わりゆく社会に立ち向かう挑戦をテーマに加えることこれにより芸術祭に付加価値を与えるということを延期後のタイトルのプラスに込めました今回の企画発表会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためこれまでで初めてとなるオンラインでの開催となります 第3波とも言うべき新型コロナウイルス感染症が拡大している中感染症対策はもとより職員が場所にとらわれずに能力を発揮できる効率的な働き方を推進するためテレワークを導入することといたしました今回のテレワーク導入は地方公共団体情報システム機構及び独立行政法人情報処理推進機構が実施する 自治体テレワーク推進実証実証験事業に参加すするものです先般の緊急事態宣言下における在宅勤務などの経験を生かし最大250人の職員を対象とするテレワークを実施し内部事務のデジタル変革による行政事務のさらなる生産性向上を実現し市民サービスの向上につなげてまいります。 市原市と一般社団法人市原青年会議所は SDGs 達成を目的とした取り組みを協力して進めるため包括連携協定を締結したことをお知らせいたします一般社団法人市原青年会議所は時代の担い手となる青年たちが明るい豊かな社会を目指しさまざまな活動を行っています昨年の台風大雨被害の際には 飲料水の配給等のボランティア活動を行い、また、本年のコロナ禍においては、本市にマスクを寄付すると、SDGs の理念である、誰一人取り残さない社会の実現に寄与しています。本市においても、都市像の実現を目指して総合計画を推進する中、SDGs 達成に向けて各施策に取り組んでおり、両者の目指す方向は一致しています。 そこで両者は包括連携協定を締結し5つの事項について連携してまいります。昨年の災害は記憶に新しくまた現在もなお感染拡大が危惧されております新型コロナウイルスの不安も尽きない中ではありますがそのような時だからこそ双方の強みや利点を生かし強い協力関係のもと SDGs の理念である 誰一人取り残さない社会の実現に邁進してまいります輝きの街市原情報局今回は令和2年度第5回市原市長定例記者会見の模様をお送りいたしました